開催、今回は伊計島に来ています。サトウキビがめちゃくちゃ、ね、3メートル近く伸びているウージ畑がねあったりするんですが、今回ね行きたいのはここからねちょろっと森の中に入って、そこにある小宝のね神が、祀られているね廃所があるんでね、そちらに行きたいななんて思ってるけど、なんか若干草がね伸びてるんで ねハブとかいないかね、ヘビとかいないかを確認しながらね、まあ、ゆっくり行ってみたいと思います。でその前に左手にね、伊計島の灯台があるんで、まあ、灯台もちらっと撮影しつつ、小宝がね祀られる、小宝の神が祀られるか廃所行ってみたいと思います。クモス、クモスが引っかかるね。よし、ちょっと鬱蒼とした場所は越えたんで、ここからね左の方に灯台があるので、灯台もねちょろっと映して見たいと思います。あ、眩しい。実はね先ほどまでね、雲がねいっぱいだったんですが、青空広がってていいです ね。こちら伊計島のね灯台です。でここからね右手まっすぐ行けばね小宝の神がね祀られる場所なんですが、またここからちょろっとね森が始まるんで、クモの巣に引っかからないかとかね、気をつけながら行ってみよっか。あ、そうか、こんなに近いんか。はい、見えてきましたね。こちら草木結構ね生い茂ってはいるんですが、こちらが小宝の神が祀られている場所です。以前これ曇ってたりしたんですが、表面のアクリルを変えたのかね、反射してて見えにくいね。こういう場所なんですが、ちょっと気になったのがね、ここなんか行けるのかな、行けなさそうか。でちょっとだけね海が近くにあるので、ここをねちょっとねくぐらしてもらうので、その前ここからもなんか見えそうですね。以前はこの辺うっそうとしててね、ああいにく見えないか。この中をくぐるのはちょっと申し訳ないので、横っちょからね失礼しますということで、よいしょ。ガサガサするとか上でもいるのかな、なんかガサガサしてましたね。よいしょ。なんかそうか、こういうところゆっくりすると蚊がやってくるんでね、よいしょ。
とね、おそらくここにね廃所があったと思うんですよ。なんかねコンクリート、多分場所崖が近いんで、もう移動させたと思われます。がね、残念なことに前回来た時はねもっと開けてたんですが、今回ちょっとうっそうとしちゃってるんで、あんまりね、海が映せないんですが、まあ、池江島の海、この一部分だけ見ただけでもね、ほんと綺麗ですよね。最高な眺め。ちょっともうちょっと映したいのが、はあ、残念ですが、ちょっと帰りね、あの辺も行けたらもうちょっと映しそうだけども、崖の先っぽなんで、ちょっとねこれ以上危険は犯せないということなので、よいしょ。あとね、あら後ろこれ何、下洞窟チックになってるの、それともただ岩がなんかね隙間がありますね。はい、というわけでね、まあ池江島には子宝のね神が祀られるね廃所がねあったり、その奥には、沖縄の青いね海が見れる場所があるんだけどね、草木が伸びてると、まあ、タイミング的にね見れなかったりもするんですが、こういった、神聖なね場所がありますよという動画でした。ちょっとね短い動画なんですが、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。